吉田町は、静岡県の中部に位置する町。大井川河口から下流域右岸側に広がる町であり、積極的な企業誘致により、町の財政は、周辺市町に比べて潤沢で、地方交付税不交付を続けていたが、平成22年度予算からは、交付団体へと変更になっている。令和2年度においても、不交付団体とはなっていない。住吉。 川尻、片岡、北区の四つの地区を示す、外側の世は丸くかたどり、この四つの世で基地を表す。さらに、伝を示す、真ん中の十字を軸として、固い団結と限りない発展を表現している。私たちは、美しい駿河湾に臨む、豊かな自然に恵まれた、吉田町の町民であることに誇りを持ち、明るく、活力ある町づくりを目指して、 この検証を定めます。大半が大井川と、坂口谷川に挟まれた平野部で、湯、氷川や大旗川が、駿河湾に面する吉田漁港に注いでいる。北西部は、牧野原大地の新脈、湯南原大地の東端で、片岡源とも呼ばれる。東日本大震災を機に津波に対する心配から、人口減少に転じた。その傾向は、 沿岸部の住吉地区が顕著である。工業農業漁業1975年撮影の吉田町付近。おびただしい数の4満池が設けられている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。同じ範囲の1988年撮影の吉田町付近。 1975年と比較して、4万池が激減している様子がわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。静岡県立吉田特別支援学校長は2020年度以降に実施される時期学習指導要領で、小学3年生から6年生では、 年間35時間の授業時間が増加することなどを踏まえ、授業日数を増やし夏休みの短縮を検討している。現在は1日5次元から6次元が中心だが、4次元の日も導入できるようになり、教職員の負担軽減も図れるとする。その上で4次元の日も給食を提供し、共働き家庭向けには、放課後児童クラブの入所基準も拡充する方針。 ただ、保護者からは、急すぎて困る。決定してから意見を聞くのはおかしい。夏休みにしかできない体験をさせることも大切。教員の負担を減らすつもりが、かえって増える予感もするとの批判的な意見があった。賛否の割合は集計していないが、授業日が増えるのは、学力アップにつながるので、とても良いなどという肯定的な意見も寄せられた。地域の学校一覧。 吉田インターチェンジ、片岡神社。ありがとうございます。